加藤美紀のは、神奈川県横浜市出身の元プロ野球選手。2012年に現役を一旦引退したが、社会人野球へ参加する、サンホールディングス公式野球部の臨時投手コーチへ、就任した2021年に、同チームの投手として、社会人野球日本選手権大会の関東、代表決定戦で10年振りの実戦登板を果たした。 プロ野球選手で東北楽天ゴールデンイーグルスに所属した投手の加藤隆史大は実定。小学校1年時に横浜市緑区少年野球連盟の寺山スネークスで軟式野球をスタート。横浜市立中山中学校では軟式野球部に所属していた。神奈川県立川和高等学校への進学後は1年時の周期県大会からエースの座を確保。 甲子園球場の全国大会とは無縁であったが、3年時には内達也や吉田美幸王と並んで神奈川公立ビッグ3と称された。実際に NPB のある球団からドラフト会議での指名話が持ち込まれていたが、加藤の登板試合を視察していた鬼島和氏からの勧めで、地元の神奈川県内にキャンパスがある慶応義塾大学環境情報学部へ進学した。 慶応大学時代に登板した東京6大学野球のリーグ戦では1年時の周期にリーグトップの防御率1.075勝という成績でベストナインに選ばれるとともにチームの優勝に大きく貢献したこの優勝によって出場した第35回明治神宮野球大会では準優勝に終わったものの東亜大学との決勝戦に登板した 東京六大学野球のリーグ戦には、通算で64試合に登板。チーム史上最多の通算371、脱三振を記録したほか、21世紀初、通算20人目の30勝投手になった。3年時には、東京六大学選抜チームの一員として、東京ヤクルトスワローズとの対抗戦に登板している。さらに、四年時の二千七年には、 第36回日米大学野球選手権大会や北京プレオリンピックに日本代表として出場。英語に感動なことから日米大学野球で開催国のアメリカ合衆国へ渡った際には英語でのスピーチを披露した。2007年の NPB 大学生社会人ドラフト会議直前には以上の実績を背景に大場翔太、長谷部公平ともに大学生、 ビッグ3と称された。実際には、一巡目でヤクルトから単独指名を受けた後に、年俸1500万円、契約金1億円に、出来が分5000万円という最高の条件で入団した。背番号は、この年まで石井和久が着用していた16。2008年には、前年に勝利数の3位までを占めていた、セスグライシンガー、石井。 藤井修吾が揃って打球団へ移籍したチーム事情を背景に、新人ながら、レギュラーシーズンの開幕投手候補に挙げられていた。もっとも、本人が後に明かしたところによれば、春季一軍キャンプの時点から、大学時代ほど、休息や調子が出ていなかったという。一時は、チームドクターに相談したが、肩に痛みを覚えるほどの違和感ではなかったことから、自身の意思で、 オープン戦以降も一軍に帯同。セントラルリーグの新人選手ではただ一人、公式戦の開幕を一軍で迎えると、3月30日には、読売ジャイアンツとの開幕カード第3戦に、先発投手として公式戦デビューを果たした。以降も一軍公式戦7試合に登板したが、0勝2敗、防御率8.86という成績でシーズンを終了。2009年には、 左肩のコンディションが上がらず、前年に時速 148km を記録していたストレートの球速が時速 140km の前半にまで低下。一軍公式戦には9月18日の対巨人戦に救援で登板しただけで、一死も取れずに満塁本塁打を含む5連打で5点を失って降板したため、防御率は無限大として扱われている。 2010年には、ストレートが最速でも、時速 140km を切ったことから、病院で検査を受けたところ、左健康上の神経麻痺と診断。右肩を手術しても、感知の確率は5%以下と告げられたため、手術を受けず、レギュラーシーズンの序盤まで2軍での調整に専念した。後に、2軍のイースタンリーグで、実戦復帰を果たすと、7月8日の、 阪神タイガース戦に先発で登板。5回3失点という内容で、一軍公式戦唯一の勝利を挙げた。イースタンリーグの公式戦でも、一条安博と並んで、チームトップの7勝をマーク。7月22日に長崎ビッグレースタジアムで開かれたフレッシュオールスターゲームでも、同リーグ選抜の4番手投手として登板した。2011年には、 春季キャンプ前の1月に8歳年上のフリーライター、松本紗也子と結婚した。レギュラーシーズンでは1軍で9円に5試合、先発で1試合に登板したが、通算防御率9.00で勝敗はつかなかった。その一方で、左肩痛を抱えたまま引退させられることへの危機感を背景に、シーズン終了後の秋季キャンプ中から、 セカンドキャリアに向けた勉強を始めた。2012年には一軍公式戦での登板機会がなかった。さらに仕事という意識が芽生えてしまって野球を楽しめないという心境に陥ったことから10月2日に戦力外通告を受けたことを機に現役を引退。球団からは親会社であるヤクルト本社での勤務を進められた。引退の当初は 誰も手掛けていなかった分野を目指したいとの意向を持っていて税理士資格の取得や企業も検討していた。しかし、フリーライターながらファッション関連イベント会社との契約で編集長を務めた経験を持つ松本から社会人としての基本ができていない、今のままで企業しても100%失敗すると指摘されたことがきっかけで、 2012年12月1日から、ヤクルト本社の宅配営業部に勤務。ヤクルトレディに同行しながら、ヤクルト製品の訪問販売に携わった。勤務に際しては、松本から、きちんと社会人として仕事ができるようになっても、なお、自分で事業を始めたいという思いがあれば、私を納得させて辞めればいいと告げられたという。2015年1月30日付で、 日本学生野球協会から学生野球資格回復の適正を認定。この認定によって同協会に加盟する大学、高校の野球部での指導が可能になった。2016年の秋から母校の川は高校公式野球部で非常勤のコーチを務めている。2017年にヤクルト本社を退社する。2018年に株式会社フォーミックを 埼玉県東松山市に設立。代表取締役として、横浜や池袋でヒーローズアカデミーを運営している。その一方で、2018年7月11日からは、株式会社 RE ワークスと提携。提携アスリートという立場で、野球に関するセミナーの講師も務める。ヤクルトでの1年目に、左肩の違和感を覚えながら、 チームドクターへの申告が不十分だったことで、左肩のコンディションをかえって悪化させたことを背景に、野球教室やセミナーでは、故障を起こさない体の使い方の指導にも取り組んでいる。2020年4月からは、上記の活動と並行しながら、東京インディペンデンツのヘッドコーチにも就任。2021年にサンホールディングス公式野球部の 臨時投手コーチへ就任したことを機に、チーム事情から、高知県投手として、日本野球連盟の関東地区連盟に登録。同年5月31日には、社会人野球日本選手権大会の関東代表決定戦で、ヤクルトからの対談以来10年ぶりに公式戦のマウンドに上がった。2点のビハインドで迎えた5回からの9円登板で、1アウトを取ったものの、 先頭打者から2者連続で支球を与えるなどの乱調によって6点を失った末に28球で後退。チームも0対13という大差で初戦敗退を喫した。本人は試合後に10年振りの実戦登板で練習不足は否めなかったが投げていても左肩が思ったほど痛くならなかったことは収穫でしっかり調整をすれば ある程度は抑えられるんじゃないかなという感触もあったという表現で今後もチームの状況に応じて登板する意向を示している。最速150キロのストレートを投げる。変化球は立て、横のスライダーとシュートを駆使して投球を組み立てる。ありがとうございます。